こんにちは、ゆんです。今日ははい、突然ですが皆さん、いつもコスメを買うときは口コミを見て買ってますか？はい、ゆんはですね、皆さんご存知の通り、撮影とかイベントとかよっぽどのことがない限り家を出ないので、いつもネットで済ませちゃうんですよね。でもやっぱり実際に店舗に行って自分の目で見ないと心配っていう方もいると思うんですよ。そこで今日はいつもゆんが使ってこの Lips というアプリを紹介していきたいと思います。はい、このアプリはインスタグラム感覚で投稿できるコスメの口コミ検索アプリです。ん？何それ？あんまりピンとこない方もいると思うので、アプリを開いて紹介していこうと思います。はい、まずこちら、この可愛いね、目をつぶってる鹿さんのアイコンをタップするとアプリはこんな感じになってます。で、今開いてるのがこの人気っていうタブなんですけど、人気なコスメの口コミがこういう風にたくさん見れたり、あと上のタブをこうやってスクロールしていくと新着っていうタブもあるんですけど、ここでね、新着コスメの情報がいち早く入手できたりするので、よくね、参考にさせていただいてます。口コミもね、すごく丁寧だから本当に安心して購入ができます。で、さらにこの横に行くと商品ランキングっていうタブがあるんですけど、ここではアイシャドウとかアイライナーとかチークとか商品別にね、ランキングが見れたりするので、今アイシャドウの中で何が人気なのかとか、チークの中で、リップの中で何が人気なのかっていうのがとても分かりやすいです。それでは例えばユンが好きなリップを見ていこうと思います。ちょうどね、気になるリップがあるんですけど、あった、こちら、ディオールのアディクトリップマキシマイザー。これね、ちょっと前にすごい知らない人はいないんじゃないかっていうぐらい話題のコスメだったんですけど、なかなかね、ゲットする機会がなかったので、ちょっと見てみようと思います。すごいいろんなね、カラーがあるんだね。カラー展開がとっても豊富なのが一目で見れます。あとこうやって評価が見れたり値段が見れたり、下に行けばたくさんね、口コミを見ることができるので、この1ページだけでいろんなページに飛ばなくても、このページだけでね、ほとんどの情報がわかるので、とっても便利です。で、ちょっと裏に戻って、このクリップっていうのを押すと、下の方にね、5つタブが出てると思うんですけど、真ん中のマイクリップっていうところを押すと、こうやって今ね、もう何個かまとめちゃってるんですけど、気になったコスメをね、こうやってまとめることもできます。ルミネすごい気になるんですよね。アイブロウで赤系の色が入ってるから、ちょっと混ぜて使ってみたいなって思います。あと、これが欲しい、これ買いたいなって思った時に、このコスメのページに飛んでもらうと、下にね、購入サイトで詳しく見るっていうボタンがあると思うんですけど、ここをタップすればそのまま購入サイトに飛ぶこともできるので、いろんなサイトをね、はしごしなくてもこのアプリ一つでね、混ぜれるので、とてもおすすめです。はい、ということで今日はこの Lips っていうアプリの口コミを参考にして、ユンがこの気になってまとめたコスメを今から購入してフルメイクをしてみようと思います。それでは早速やっていきましょう。ユンポン、ねえねえ、ここだけの話、動画を最後まで見るといいことがあるらしいよ。最後まで見てね。はい、ということで今気になるコスメを買ってみたので、早速ね、メイクしていこうと思います。はい、まずはこちら、キャンディードールのブライトピュアベースラベンダーを使っていきます。はい、このラベンダーの下地は評価も高くて、なんか肌をサラサラに滑らかにしてくれるだけじゃなくて、湯みたいに地黒な方でも肌をワントーン明るくしてくれます。なんかすごい伸びもいいし、保湿力もあるんだけどベタつかずにサラサラでいてくれるので、この後のメイクのノリが良さそうって感じがしました。次に使うのはこちら、資生堂のスポッツカバーファンデーション。これを指にとって気になるクマにのせていきます。あ、やっぱいいね、資生堂のコンシーラー。口コミ通りすごいカバー力がめちゃくちゃ高い。はい、次に使うのはこちら、キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダー。これをブラシにとって薄く伸ばしていきます。顔の中心からね、外側に向かって薄く伸ばしていくと、厚塗り感がなくナチュラルに仕上がります。すごい一瞬でね、きめ細やかな肌に仕上げることができました。はい、次にこちら、ビセのリシェカラーリングアイブロウパウダー BR の2番を使っていきます。色味はね、こんな感じになってて、茶色系だけじゃない
使っていきます。なんかパウダーだけどしっかり密着してくれるのでとっても描きやすい。はい、こうやって4色あるのでね、自分の好きな眉色のイメージに合わせて色を混ぜて使えるのでとってもいいなって思いました。はい、次にこちらヘビーローテーションカラーリングアイブロウの03番。最初は眉毛に桜って塗っていって、最後に毛並みに合わせて塗っていくと均等に塗れるのでおすすめです。ブラシの大きさとか柔らかさも含めてね、とっても使いやすいし、眉マスカラを使うのと使わないのとじゃ全然違うので、これからもリピしていこうと思います。はい、次にアイメイクをしていこうと思います。まずはこちらリセのリシェグロッシーリッチアイズ BR の1番。なんかパッケージからすごい可愛いです。まずはこの一番明るい色をアイホール全体に、めっちゃ細かいねシルバーのラメが入ってて可愛い。次にこちらの色を二重幅に塗っていきます。はい、そして次にこの一番濃い色を目の際に塗っていきます。なんかブラシがこうやって太いのと細いのがあるので使い分けができてとっても便利です。次はこちら不老不死のモテライナーリキッドブラウンを使っていきます。なんかペンの形がすごいカクカクしてるのでとっても持ちやすい。アイライン超苦手だけどメイク動画だから頑張ります。お、割とうまく描けたんじゃない。なんかこれめっちゃ筆先が細いし柔らかいので目に沿ってねとっても描きやすかったので、アイライン苦手なユンでもね綺麗に引くことができました。はい、こちら初めて使いますマスカラ下地ケイトのラッシュマキシマイザー EX1 番です。めっちゃ白、なんか白いのがつくんじゃないかって心配してたんですけど全然そんなことなくて、ナチュラルにねまつげを盛ることができました。これは学校にしていってもバレないと思う。はい、マスカラ下地が塗れたら次にこちらメイベリンのラッシュニスタオイルシャツ01番。これめっちゃ口コミが良くてとっても気になってました。おー、めっちゃグイッと上げてくれる、めっちゃいい。はい、アイメイクはこれで完成です。次はチーク、キャンメイクのパウダーチークス TW39 番。これ秋冬に出た新色のスミレ色のチークです。次にリップメイク、ジルスチュアートのリラックスメルティーリップバーム01番。ジルスチュアートは本当に見た目がとても可愛い、中もこんな感じでねすごく綺麗な薄いピンク色。これで唇を保湿していきます。いい匂い、めっちゃいい匂い、うん、すごいウルウルになりました。次にこちらビセのクリスタルデュオリップスティック PK864番を上に重ねていきます。中にしか色がついてないので細いラインでね塗れるのでとても塗りやすかったです。あと保湿力もすごいあるなって思いました。色味も可愛い。はい、皆さんここまで見てくれてありがとう。お待たせいたしました。最後、ディオールのアディクトリップマキシマイザー001番をグロスとして重ねていきます。はい、最後に塗ったねこのディオールのグロスはカプサイシンが入ってて、唇がねすごいピリピリしてくるんですけど、そのカプサイシンの効果で唇をねぷっくりと見せてくれるし、あと縦じわがねこれを塗ればなくなるのでとってもおすすめです。はい、ということでメイクは完成です。はい、いつの間にか朝になってたんですけど、こんな感じでねリップスの口コミを参考にしながらコスメを実際に買ってフルメイクをしてみました。いつもね気になるコスメがあってもすごいどうなんだろうなとか気になったりするので、こうやってね詳しく丁寧に口コミを書いてくれてるこのアプリにはとても助かりました。あ、そうだ、ユンも誰かのためになるように実際に口コミを書いてみようと思います。
はい、まず口コミの投稿の仕方はこの下のプロフィールっていうところをタップして、右上の鉛筆にプラスって書いてあるボタンをタップして、画像を追加ってあるので、じゃあゆうはこのビセのアイブロウについて投稿してみようと思います。はい、こんな感じで投稿してみました。ゆうもね、いくつかこうやって口コミを投稿してみたので、このアカウントを検索して見てみてください。あとコスメの口コミだけじゃなくて、そのコスメを使ったメイク方法などの投稿も見れるようになっているので、気になった方はこの動画の概要欄にアプリの詳細を載せておくので、そちらから飛んでみてください。はい、ということで今日はこんな感じで Lips というねアプリを紹介してみました。なんかこのアプリめちゃめちゃ便利だし、本当に女の子の味方だと思う。よかったら皆さんもね、コスメを買う前にこのアプリを参考にしてみてはいかがでしょうか。はい、そして最後にあるお知らせがあります。何かな何かな、じゃん、なんとユンが今使ったこのジル・スチュアートのリラックスメルティリップバームと、さらにこちらのフラワーネイルオイル2点を抽選で20名様にプレゼントしたいと思います。イエイ。これね、めちゃくちゃ良かった。見た目も可愛いし、ユンとお揃いにしましょう。はい、応募方法は2つ。2. 実際に口コミを投稿するです。プレゼントキャンペーンの開催期間は動画が公開された今日から1月の5日までです。当選者には通知が行くので、アプリの通知をオンにしておいてください。誰でも簡単に応募ができるので、よかったら皆さんもやってみてください。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。よかったら Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録の3点セットお願いします。以上、ゆんでした。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様。バイバイ。気づいたら朝になってる。あるある。それじゃ、またな。